こんにちは、すしのこです。さあ、昨日に引き続いてね、デデデ大王のデデデデデン Z をやっていきたいと思います。2014年のゲームなんだな。やべ、もう9年前ですよ。皆さんびっくりじゃないですか僕当時やってね、スルーしたんですけど、今になってやっております。さあ、レベル1はプラチナクリアして、レベル2弾んでデンデン、トリプルデラックスのステージ曲、スーパージャンプで高く飛んで裏打ちシンバルを A で叩こうということでやっていきましょう。なんかね、怖めのコメントもあったんですけど、まだあんまり気にせずいきましょう。ちょっと待って、裏打ちを失敗してるな。でもどうせ多分できないから、はい、まずは普通にやっていこう。はい、いいね。ここで大きく飛んで、はい、これは、え、ちょっと待って、はぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、そういうのあんのね。ちょっと待って、むずいな。なるほど、横に行ったりすると、あぶねえ、死んだ。はい、あ、ちょっと待って、むず、半分到達か、これで。やば、裏打ちもできてねえし、やばい、何これ、トン、これも踏んじゃダメ。ここはオッケー。はい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 、オッケー。いや、難しいね、やばもう結構ね、レベル1の時点で、ああ、なんとなく分かったなっていう感じだったんだけど、それでも難しい。初見でございます。コインコンプリートはできたんだね。ノーダメージと裏打ちパーフェクトをすればオッケーということで、なるほどなるほど、なるほど、わからん。いきましょう。さあ、勝負。トン、タン、ポン、パン、トントントン、トン、ポン、はい、裏打ちいくぜ、トン、トン、いってー、ちょっと、これむずいな、そこ。トン、トンで、こう下にそのまま降りていくと、こうで、詰まっちゃうと裏打ちができない。なるほどな。これ落ちる位置も結構関係してて、これがむずいね。ちょっとここ慣れるまでしっかりやっていく。なるほど、そうなるのねこういって、こういかないといけない。なるほど。あれー、これはなかなかですね。あー、ちゃんと行ってないから裏打ちが打てないと、あそこ。なるほど、これはなかなかやりますね。なるほど、ちょっと2回目にしてもそんなにうまくいかずと。あ、でもゴールド取れました。なるほど、コインコンプリートはちゃんとできてる。ノーダメ難しいね、ちょ、落ちちゃう下に。こうプラチナは絶対取んなきゃいけないのかな。もう早速裏打ちちょっとやり直したい。裏打ちができないのちょっと困っちゃうな。はい、おい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 、これスーパージャンプやっちゃうとダメなとこもあんだね。あ、なるほど、ちょっとやっぱり、はい、オッケー、トン、トントントン、はいはい、リズムに合わせて、
トンポンドン、これですよ。出てくるんだから必ずこれしとかないといけない。でちゃんと裏打ちをしっかりやる。はい、トン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 。あれできてない、なんでだろう。ちょっとずれちゃうのかな。やばこうなると裏打ちが OK じゃなくなると。なるほどね、難しいっすね。 あんまり成長感じられてません。ノーダメージ取れたのかな。でもあ、ノーダメ取れてるかも。あー、ノーダメ取れたから、裏打ちパーフェクトやれば多分プラチナいける。なるほどなむずいっすね。あー、レベルセレクトにしちゃった。いやこれ難しいよ、こう裏打ちが。はい、今度はこうちょっと遅くてもいいから裏打ちをしっかり打つ。はい、今のとこいいよ。トントン、はい、裏打ちを打ってあぶねよくできたな今の。うわ、あそこ無言になっちゃったよ。はいはい、トン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 、はい、トン、はい、今裏打ちできてるよ。はい、トン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 、はい、トン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 、はい、トン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 、トン、どう？いったんじゃない？これいったでしょ？来い！クリアタイム。一気になんか上手くなった気がする。ほいーうぃーサマ6810やりました。いやー、なかなかいい感じできてませんか？やったぜー、ナイスー。だ、これいつね、結構、レベル2で、下がね、動いてたり、あれ動いて、向こう行ってる時行くと落ちちゃうんだもんね。で、あと、飛ぶとこがちっちゃくなってたりするんで、これレベル2でね、このギミックが追加されてるんで、3456やばいっすね。これナンバーコイン、何これ、ナンバーコインって壊れるドラム出たうわ、もうちょっと怖いですね。メカ、ちょっと待って、目隠しフラッグもう怖いイメージしかないんですけど、はい、ということでなんとかね、レベル2プラチナクリアまでやることができました。さあ、これ僕レベル6までね、プラチナでいけるんでしょうかね。ちょっと今回はね、今んとこプラチナ縛りしてますけど、さあどうなることやら。ということで、明日もですね、おそらくでやっていくと思いますので、よかったらまた次回も見てください。なんかブロンズのトロフィー持ってね、でがね、ちょっとかわいい。ということで、それでは土の子でした。